夏の彼方ビヨンド続きやっていきます。前回壮絶な終わり方をしたこのエピソード13でございますけども、まあちょっとこれ、ね、続きが気になるんですよね。あまりにも気になりますよね、もうね。ということで、だいぶパート数的にはだいぶ取ってるんですけど、今日ちょっとこれだけ進めていこうかなというふうに思います。一応ね、前回の配信から、まあ、何パート分あるかなっていうのは、実は調べていて、すでに。で、その上で進めているんですけど、まあ、14は、割と、まあ、単純というか、そこまでエピソード数がないので、ちょっと、続きをやっていけたらなと思っております。大丈夫なんてとても言えないけど、でも多分寝てるだけだよ。もう1週間目を覚ましてないけど、目を覚ましてないだけで死んだわけじゃない。だから何よりあなたとこうしてスマホが繋がってるんだから、このスマホはこの子の体を通してあなたと世界と繋がっているんだ。体の中でおかしなことが起きてたって、生きてるからその機能が残ってるんだ。確かにね、それはそう。だから夏野はまだ死んでない。その上でいつかと話をしていくことになりますね。夏の中で何が起きているんだろう。どうして目を覚ませなくなったんだろう。もしかしたら夏の中で変容が進んでいるのかもしれない。スマホとつながる電波を出す夏野の変容が進行して、それで他の感染者みたいに意識が保てなくなったのかもしれない。それでずっと眠ってるのかも。もしそうなら、ずっとこのまま。その先は言わないのね。あ、主人公パート。あれから一週間、彼女の声を聞いていない。彼女は眠ったまま、呼んでも答えてくれない。それでも、彼女の言葉が、ずっと頭の中に渦巻いている。もう二度と、あなたと話したくない。結構場面転換が、今回はすごいですね。やっぱり、10メートルっていうのはおかしい。ここだって、もっと、茜から、スマホが夏野と繋がって、あなたと通信していられるのは、スマホと夏野の距離が10メートルくらいまでって聞いてたけど、今、明らかに10メートル以上離れてる。どういうことなんだろう。電波の届く範囲が広がってる？やっぱり、目を覚ませないのは、変容が進んだせいなのかもしれない。茜だけじゃなくて、夏野まで。どうしよう。私、どうしたら。ただ一人、いつかだけが残されている状況ってことですよね。エピソード14の1、何もわからないまま、何もわからない、夏野がどんな状態なのかも、どうすれば目を覚ますのかも、当たり前だけど、それでも、彼女たちの世界は続いていく。引き続き進めていきたいと思います。いつかはこういう感情を持っていて、
何も変容が進んでない状態なのが今、いつかだけってことですよね。こうならないために、誰かがこんな風になるのを見ないために、私は、ああ、こんな穏やかな寝顔しちゃって、お姫様さん、夏野ちゃん。何が起こってるんだろう。この世界がコンピューターの中の仮想世界だったり、あなたのおばあさんが作ったものだったり、私たちが生きてるこの世界とあなたの世界がこうして繋がってたり、あなたの話だと仮想世界は中を覗いたら崩壊しちゃうだったよね。じゃあこの世界はどうしてこうやって壊れずに残ってるんだろう。私たちの方から仮想世界の内側から外の世界と繋がろうとしたからかな。外から中を覗くことはできないけど、中から外を見上げることはできるとか、どうして繋がったのかっていうのはただの偶然かもしれないけど、どうやって繋がったのか、そういう原理とかプロセスはあるはず。いや、それだってわかるわけないのかもしれない。理由も原理も私たちが勝手に切り分けて考えているだけなのかも。宇宙の成り立ちとか物理現象の仕組みとかいろいろ知ってるつもりだけど、それだって観測したことから私たちが想像してるってだけ。もしかしたらこの世界が壊れなかったのもただの偶然ってだけだかもしれないし、偶然なんだろうなって気もするし、私たち人間はどんなものにでも納得できる理由とかそういうのを求めちゃうけど、本当は起こったことに納得できる理由があることの方が少ないんだ。ああ、どうしようもない。私たちには何もわかんない。何もできることなんかない。本当に何も。消してしまいたいって、消えてしまいたいって、夏野はそう思ってたんだろうか。私も多分同じだよ。こんな世界、消えてしまった方がいいと思う。世界に、私たちに、作られた理由はなかったし、あの人も、もういない。この寂しさだって、意味なんかないんだ。寂しいって思っても、この寂しさに目的なんかない。必死になってもがいて、ゴールにたどり着いたら、それで満たされるような、そんなものじゃない。ずっとずっと、このままなんだ。私たちに、どんな罪もなかったとしても、この寂しさはなくならない。だったらいっそ、消えてしまった方がいい。そうしなかったとしても、この世界の人々は、そう遠くないうちに滅びるだろう。パンデミックが収束することはない。ただ、たくさんの人が体を蝕まれて苦しむ時間が伸びるだけだ。もしこれから先、何かに一つひどく絶望したら、どうしようもない苦痛に襲われたら、もしかしたら、と思う。その時は、私がこの世界を。例えば、夏野と茜がこのまま死んでしまって、あなたとの通信も途切れて、何も聞こえなくなって、一人になったら、その時は、私。夜、空に浮かぶ月を見上げながら、途方もない思いになる。足元の地面が、背中を預けている椅子が、全部、バラバラに崩れてしまうような、そんな、どうしようもない虚無感に、息が詰まる。生きてることに意味がないなんて、今に分かったことじゃない。誰だって知っている。でもそれでも、今までみたいに、平気ではいられない。だって、彼女たちは、
本当に世界のすべてを終わらせてしまうことができる。生きていることに意味がないとか、世界が終わったらいいとか、そういうのが今、ただの妄想ではなくなっている。いろんなことを、いろんなどうだっていいことを考えていた。浅い窓帯の中で、そしていつの間にか眠ってしまっていた。最近はよくあることだった。いつの間にかコンピューターの前に突っ伏して寝てしまう。窓の外を見上げれば月が空高くに昇っている。通信をつないだまま眠ってしまって、いつかや茜に起こされたこともある。でも今日は静かだった。もうベッドで横になってしまおうかと考えた。けれど、その静けさに、ちょっとした違和感があった。小さな部屋の静けさとは違う気がする。もっとひどい、大きな空間を漂う、静寂だった。窓が開いているのかと思ったけれど、そうではない。なら、何が、別のどこかと繋がっているのか。その時、聞こえた。遠いどこかと繋がるノイズと一緒に。声が、聞こえた。ねえ、もしかして、誰か、聞いてる？聞いてる、よね。聞こえてる。久しぶりという一言もありますが。うん。わかる。いつもと同じ。スマホがあなたと繋がっている時と同じ感じがする。あなたの部屋の音かな。でも、なんで声が聞こえるんだろう。このスマホ、電池切れちゃって画面真っ暗なんだけど。っていうか、ここ、どこ？なぜか、夏野の声が聞こえる状態で終わっていくことになりますね。エピソード14、眠いの中、エンド。こっからはこの BGM になっていきます。これすごいね、本編の時ゾワッとした記憶があるんだよね、これね。エピソード14の2、聞こえてきた声。夢だと思った。窓海の中で、夢を見てるんだと。でも違った。確かに聞こえた。彼女の声。画面には何も映っていないけれど、確かに彼女の声を聞いていた。聞いただね。失礼しました。ということで、この BGM のパートがこれから続いていくことになります。真っ暗な世界の中、聞こえた夏野の声。一体どういうことなのか。次回も引き続きご覧ください。ということで、今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。